Every time that my mind slips, I just see my past life. Having dreams in a dream, I wonder why I carried on with the things that made you lose your mind. There's no way I can undo what I've done. Can we be strangers again? So fresh like a morning. What's so bad about it?1月1日のバンライフ出ます動画に近いような画角がね、はい、はい、皆さんこんにちは。こんにちは。本日は私たちからご報告がございます。はい、私たちライクサタで新ブランドを立ち上げました。ブランドなんてそんな大それたものを言っていいのかあれですけども、はい、前回あのステッカーをライフサタデーバーライフのステッカーを発売させていただいたんですけど、ありがたいことにね好評いただいて、はい、購入していただいた皆さんありがとうございます。本当にありがとうございます。今回はね、グッズ販売第2弾ということで、はい、T シャツとステッカー、カッティングステッカーを作りました、はい、今回はそのブランドの発表と、新商品、新グッズの紹介を皆さんにしたいと思います。ぜひ最後までご視聴よろしくお願いします。よろしくお願いします。グッズ販売を私たちも本格的にやっていくということを決めた時に、どういうグッズをね皆さんに届けたいかなっていうのを2人で話し合った時に、まあ、YouTuber のグッズっていう垣根を越えて、まあ、皆さんがあの普段の日常生活でも使っていただけるような T シャツを作りたいなという話になって、うん、新たな挑戦という意味も込めて2人で新しいブランド名を考えることになりました。はい、はい、そのブランド名の発表いいですか、ニーヤン。いいですか、私で。もちろん、はい、リーダーですから。ありがとうございます。はい、よろしくお願いします。私たちがね、いろんな思いを持って新しく挑戦としてね立ち上げたブランド名、バンダーラストでございます。ありがとうございます。このバンダーラストという言葉の意味についてちょっといいですか、説明して。はい、すいません、はい、リーダーよろしくお願いします。 ありがとうございます。最初の V の字を W に変えて、うん、まあ、バンダーラストと書いて、ドイツ語で放浪癖や旅への欲求という意味があります、うん、はい、私たちといえばやっぱりバンライフのバンを掛け合わせてバンダーラストという、こちら造語ですね。だからもう世の中に存在しない言葉よね、はい、存在しない言葉なんですけど、はい、作りました、はい、私たちもともと会社員として働いていて、ニーヤはね公務員として2年9ヶ月くらい働いてました、うん、はい、でお互いにあのこれでいいのかなと、自分の人生こんな感じでいいのかなっていう思いを抱えた状態で会社員として働いていて、そこで、私たちが、本当にもう世間体や時間のこと、お金のこと、お仕事のこと、将来のこと、もう一切取っ払って、うん、本当に今の自分が何がしたいのか、まあ、お酒飲んだ勢いで、そう、熱く語った夜があったんだよね。はい、2人で語ったんですね、はい、その時に私たち2人から出た思いが、旅がしたいっていう旅への欲求だった。そう、私たちはその自分たちの欲求に従って、仕事を辞めてこの大好きなゴードン・ミラーと出会って旅を始め、今に至ります。もう日本一周旅を始めて2年と9ヶ月ぐらいか。そうですね、同じ会社員で働いてたのとちょうど同じぐらい。ちょうど同じぐらい旅を続けてきました。旅を続けてきたね、はい、旅をしていく中でもういろんな場所や人との出会い、想像すらできなかった景色をたくさんいろんな人に見せていただきました。でそんな自分たちのこの2年9ヶ月を振り返って皆さんに伝えたいメッセージは、旅への欲求に正直に生きていこうという私たちから皆さんへのメッセージです。そう、これがこのバンダーラストという言葉に込められています。やっぱりね、この2年9ヶ月旅してきて、いろんな人の出会いとかいろんな思いとかに触れるし、やっぱり俺らも価値観がどん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 広がっていって、俺らの考え方もどんどん変わっていった。だけどやっぱり根底にあったのは、共働き時代でマミと夜語ったあの旅がしたいという欲求だった。そのなんか真の真にあったものみたいなのをこのブランド名にする
ていうのがものすごく気に入ってて、そうですね、もうめっちゃ気に入ってんのよ、もうこのバンダーラストっていう言葉が。しかもこの愛車のゴードミラーで旅をしたっていうそのバンライフの部分も上手に組み合わせることができて、うん、組み合わせて、もう本当にね、この言葉が生まれた時嬉しかった。めちゃくちゃ好きなんです、うん、本当に。もちろん私たち2人だけで考えたわけじゃなくて、うん、今回バンダーラストを手伝ってくれたデザイナーさんの方がいて、 その方とね、まあ、3人で決めることになったんですけど、はい、まあ、まあほぼほぼその方があの案を出してくれたんですけど、まあ、あのすごい才能の持ち主でなんかさっきから自分で考えたみたいなテンションで喋っちゃったけど、はい、もしかして今脳内より切り替えてる切り替えてたけど、ほとんど、うん、帯だけじゃなく、そのいろんな欲求とか自分の中で出てくる心の感情とか動きに素直に生きてみようっていうのをライスタはずっと動画を通して伝えたいと思ってたテーマだったので、ワンダーラストっていう言葉は私たちにぴったりかなと思います。どうでしょう。めっちゃいいです正直めっちゃいいです。はい、はい、皆さんどうぞ愛してください、はい、よろしくお願いします。お願いします。このブランドのロゴ決まりました。はい、こちらになります。ダン、どうでしょうか。じゃん、どういや、ちょっといや、効果音あった方がいいかなと思って。違う、かっこいいな、こうして見ると。いやー、もう本当にかっこいいね。一番かっこいい。かっこいい、本当にもう火のつけどころがないな。マジでいい、かっこいい。このね、点と点がつながっているようなイラスト、うん、これね、2つの意味あります。1つは旅のね、ルートの話なんですね。もうライサトといえばどんなルートで日本を一周するのか全くわからない、自分の欲求のもと動き続けるこのぐちゃぐちゃの感じを、イメージして作ってくれたっていうのがまず。もう一つが、日本一周していく中でいろんな土地土地のね、視聴者さんだったりいろんな思いを持っている方とつながっていく、そういう人と人とのつながりっていう意味も込められているっていう、この2つの意味を込めてこのデザインが出来上がりました、はい、すごいこんな形で表現してもらえるんだ、自分たちのこれまでがっていう感じで、うん、はい、すごい気に入ってる、大好きなメインロゴです。はい、はい、ということでね、バンダーラストが皆さんに発表することになります。正直ね、今気持ち的には本当にドキドキしてます。そうだ、ね、皆さんの反応がどんな感じになるのか、はい、ちょっとドキドキしてるんですけども、私たちにとって本当に大切な思い入れのあるブランドですし、これからもう自分の子供のようにね、大事に大事に育てていきたいと思うブランドです、はい。ぜひね、皆さんにも私たちの思いが届いて共感していただいて愛していただけると嬉しいなと思います。じゃあよろしくお願いします。紹介しますか。行きましょう。はい、今回じゃあ発売する新グッズの紹介をしたいと思います。はい、皆さん今後ともよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ということで、今回私たちのブランドバンダーラストからカッティングステッカーと T シャツを発売しまーすまずはその T シャツのご説明からしたいと思います。はい、今回発売する T シャツは2デザイン2色展開の T シャツを発売したいと思います。はい、今まさに私たちが着ている T シャツでございます。はい、ニーヤンが今着ている T シャツ、こちらバンダーラストロゴ T でございます。ロゴ T、 お写真で見るとこんな感じ。先ほどご説明した私たちのバンダーラストのメインロゴがあしらわれたデザインでございます。はい、後ろにね、こんな風に結構大きくバンダーラストのメインロゴがデザインされていて、前にもね、胸のところにこうワンポイントでバンダーラストという文字が入っております。はい、じゃあ黒も白もあってとてもかっこいいです。いや、めちゃくちゃ気に入ってます、ね、ちなみにメンバー先行発売ではこちらのロゴ T が大人気で、大人気でもうほぼほぼ完売したね。そう、黒はもう速乾で、白も普通に1日で売り切れみたいな感じでした ね、はい、結構アウトドア感が強めだよね。うん、アウトドア感が強めなデザインですね。うん、でも女の子が着ても本当に可愛いし、男の子が着るとさらにかっこいいみたいなデザインですね。はい、さっき説明したような思いのこもったメインのロゴ T なので、これはすごく自分たちにとっても思い入れのある商品でございます。はい、そしてもう一つ、二つ目が今私が着ている、ワンダーラストエンブレム T でございます。エンブレム T、 後ろのデザインはこんな感じ。いいですね。はい、胸元にも全く同じエンブレムが書いてあります。はい、これはね、結構ね、厚いデザインで私たちも大好きなんだけど、うん、大好き。真ん中にね、大きくプリントされてる LS という文字は、うん、まあ、Like Saturday の L と S、はい、かっこよく重ねて描いてもらって、うん、さらにね、よく見るとこの周りの丸の部分にですね、 Like Saturday って書いてあるっていうね。 By Like Saturday って書いてある。はい、なんでこれはもうバンダーラストと Like Saturday2 つの思いが入ったエンブレム T ですね。もう
本当にね、さっきのロゴと同じぐらい思い入れのあるロゴ、完全なデザインだね。そう、本当になんかちょっとメモリアルみたいな感じかな。そう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 、うん、女の子とかがやっぱりちょっと大きめにこうやって着て崩して着るのもめちゃくちゃ可愛くて、うん、本当にね、私はねお気に入りなんです。結構マミこれ一番着てるイメージある。うん、私結構ロゴよりもエンブレム派かな、ね、どちらかというとエンブレムを着ることが多いかな。女性らしくないよね。ニアはもうめっちゃロゴティー着てるよね。ロゴティーめっちゃ着てる。ニアはロゴティー欲しいよな、うん、写真で見るのはね一番わかりやすいと思うんでね、うん、ぜひね写真で見ていただくといいと思うんですけど、こんな感じです。次にサイズの説明をしたいと思います、はい。まず私たちのサイズを説明した方がいいか。そうね、そうね、そうね、うん、それ言わないとわかんないもんね、はい、じゃ あどうぞ、はい。身長165センチ、体重42キロ、広瀬すずちゃんと同じ静岡県出身です。身長188センチ、体重59キロ、大谷翔平と同い年、今年29歳の代です。よくないって。違う。サイズは大事。サイズって本当大事だから。うん、42キロだと思われたら困る。そうそう、俺も59キロだと思われちゃうから、このままだと。そうそうそう。そう思われたら困るから。困るから、うん。サイズはちゃんとよ、サイズは。はいはい、自分のサイズはね。私158センチです。体重は秘密。俺はね、身長175センチで、体重は秘密。真面目にやろう、マジで。滑るって、これは、ね、滑ってる、これは完全に、うん、マジで真面目。でも本当身長はね、うん、そう、身長は私158センチです、はい、本当の本当に。で、体重は分かんないんだよね。体重はまだ、測ったことないんです。測ったことない、未だに把握できてない。はい、未だに把握できてないです。はい、俺も測ったことないよ。そうだよね、うん、測ったことない。だから身長175センチ、これは本当、これは本当、うん、175センチと158センチの2人組です。はい、今回販売するサイズは S、M、L、XL の4サイズ販売いたします。4サイズ展開、4サイズ展開でございます。はい、今回使用しているこちらの T シャツなんですけど、プロクラブという T シャツに私たちのこのライサタオリジナル、バンダラストのオリジナルデザインを施した T シャツとなっております。で、そのプロクラブの T シャツっていうのが元来ちょっと大きめなデザインです。そう、はい、というか海外企画のものなので、まあアメリカのブランドだからね。そう、アメリカのブランドなので、あの日本のサイズ感じゃないので、少しオーバーサイズだと思ってください、はい。で、私が今着用しているサイズが L サイズです。L サイズ、はい。で、俺が今着用しているのが XL サイズになります。はい、になります、はい。皆さんがいつも選んでるサイズをそのまま買うと程よくちょっとオーバーめな感じになってくると思います、はい。もしね、もっとこうぴったりとジャストサイズで着たいなっていう方はワンサイズ落としていただいた方が希望のサイズ感になるんじゃないかなと思います、うん。で、私はちょっとオーバーめに着るのが好きなので、あの L サイズを選んでるんですが、まあ、自分のそのジャストサイズで買うとしたら M サイズ。 M サイズだね。はい、後でちょっと M サイズも着てみます。はい、158センチで私 L サイズだ。お尻は隠れるぐらいの長さです。うん、これはね、今ね、うん、2つ折ってます。ニーヤンみたいにちょっと折って着ていただくのもすごい可愛いかなって思います。そう、ちょっと袖を短めにしたい。はい、首のところが結構詰まったデザインになってます。そう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 、ここがしっかりと首にフィットするような感じのデザインです。ちょっとね、大人っぽいというか、そう、あの、きれいな印象になると思ってるので、うん、ちょっと首のところがね詰まったデザインのものをね選びました。はい、男性でも細身の方とかは M サイズとかも視野に入れて、そう、ね、選んでいただいた方がいいかもしれないですね。うん、まあでも結構オーバーサイズが流行ってるから、うん、XL もいいよね。そうですね、そう、 XL でダボッと大きく着るのも若い子とか女の子とかは可愛いです。なので、それも、うん、私もたまに XL 着たりとか、そう、マミですら XL 着てる時もあるから、うん、着たりとかしてる時もあります。で、男女一緒に着たいよってなったら L とか XL 選んでいただくと、そう、ね、男性と女性と同じ兼用でシェアできるね、することもできると思います。はい、もうお揃いできると本当に可愛いんでおすすめです。はい、素材感とかについて詳しく説明していきたいと思います。今回ね、私たちが選んだこのプロクラブっていう T シャツは 6.5 オンスのヘビーウェイトの厚めな T シャツです。キャンプとかアウトドアの時にも使っていただきたいということを考えて選んだので、うんうん、割としっかりとした、あの、高級感のある
き時間になっているかなと思います、はい。洗濯とかも全然してもそのへこたれない首元とかがふにゃふにゃってなったりしなかったり、うん、あとすればするほどこう風合いが逆に出るっていうか、そういい感じだよね、うんうんうん、経年変化も感じられるような、うん、しっかりとした力強い素材の T シャツを今回選びました。そうやっぱ自分たちが着たい T シャツを作るっていうのが今回、考えていたことだったので、うん、私たちが大好きな生地感を選んだの結果これに行き着きました。はい、もういろいろね、はい、やっぱり T シャツ選びってめちゃくちゃ種類があって、もう何十種類何百種類とある中からこれにたどり着いた時はすごい嬉しかったよね。そう、まあ、すでにね何人かの人にはもうお渡しさせていただいて、そうあの実際に着ていただいたんですけど、やっぱ着心地いいってみんなに言ってもらえるし、結構みんな好評で、そう、うん、結構アパレル詳しい人とかにプロクラブの T シャツで作ったっていうと、おおすごい頑張ったねみたいな言われるというか、あ、いいねって、あ、いいねって、いいとこ使ってんじゃんって結構言われたりするので、素材感に関しては全く問題ないかなというか、まあ、気に入っています。はい、はい、まあ、こんな感じで前をちょっとインして、後ろをこんな感じで出して着たりして、いつもこんな感じで着てますね。 L サイズの着用感じこんな感じです私。最近ね結構ね私はねこういう格好をするのが好き、こんな風に合わせるのが好き。これめっちゃ好き俺も、このなんかちょっとタイトなニットスカート、黒のニットスカートとエンブレム T、まあ、ロゴ T でもかっこいいんだけど、 XL とか大きいサイズだったら多分裾縛れると思うから、うん、ワンピースとか着てその上にこう裾縛って短めにして着るのも可愛いんだよね。こんな感じでさフェスとか行く時にさ、いいねいいね、短く縛ってさ行くっていうのも可愛いかも。ちなみにですね T シャツのタグはこんな感じで、プロクラブのタグの上にバンダーラストのタグがついてる感じです。これ今私 M サイズに着替えました。どうかな、こんな感じ、M サイズの黒のロゴ T、 さっきニーヤンが着てたやつに着替えました。自分的にも着てみると、なんだろう、 M サイズの方がやっぱしっくりはくる。そうね、ピタッとこう体にフィットしてる感じはあるっていう感じかな。で丈感とかも、まあ、ちょっと短くなってこんな感じ、158センチの私が M 着るとこんな感じの丈感でございます。よくジャストサイズみたいな感じで着たい場合は私は M サイズを選ぶことが多いかな。そうね、結構ダボっとしてる、これメンズの M サイズだからでっかいのよこのズボン。これで上に L を合わせちゃうとダボッダボッって感じだけど、上を M サイズでちょっとピタッとさせて下はルーズに着るみたいな、そんな感じに使う感じですかね、うん。なので皆さんの使い方によってなんですけど、キャンプとかやるときは M サイズとかの方が動きやすかったりもするから、最近よくこの格好でキャンプやってます。ニーヤンが今着てるのが、さっき私が着てたエンブレム T の黒だね。黒、はい、こう男の人が着るエンブレムめっちゃかっこよくない？これめっちゃいい、かっこよくない？めちゃめちゃ好きこっちも。いやかっこいい、いやこれそれめっちゃいいよ。でハーパンズボンも黒のパンツに合わせてオールブラックコーデ、ね、オールブラックコーデ、いやすごいかっこいいその格好、いいっしょ、うん、夏っぽいっしょ、夏っぽい。今回ねこのブランドやるにあたって写真撮ってもらったのよね。そう、それこそアーシャみたいな、うん、今まで一個もなかったから、お揃いで背中から見るとなんかもう相棒感がすごい感じで演出されるから、そう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 、これ本当にカップルで、カップルご夫婦のペアルックはねめっちゃ可愛いと思うよ。マジでおすすめおすすめ。そうかっけえなこの T シャツ、いやめっちゃいいっしょ、やべえな。これさ自分たちのさブランドと思えないほども気に入ってるんだけど、うん、本当に本当に、マジで毎日着てる、毎日着てます、マジで盛らずに、撮影の日も編集の日も、うん、おすすめです、おすすめです。はい、続いて、カッティングステッカーの紹介をしたいと思います。はい、カッティングステッカーっていうのはね、車とかに貼れる屋外用のステッカーです、ね。そう。こんな感じで、バンダーラストのカッティングステッカーが出来上がりました。はい、今回は、2枚セット、2色展開で販売いたします。はい、約20センチの大きいステッカーと、9センチのちっちゃいステッカーが2種類入ってます。はい、私たちね、このハイエースの、ここのドアのところに、まず一つ目。こんな感じで貼りました。はい、はい、こんな感じです。かっこよくない？めっちゃいい。でこれバンダーラストって書いてあって、上下にこのボンドオブホイールズっていう風に入ってるんですけど、はい、ボンドオブホイールズっていう、まあ、サブタイトルみたいな意味はつながり、車旅でのつながりっていうのを表現していて、うん、ボンドオブっていうのが、まあ、つながるみたいな言葉なんですよ。
にホイールズっていうのはやっぱり車の車輪なので、このホイールズっていうので車っていうのをちょっとこう表現してボンドオブホイールズで、まあさらにこのバンライフ感を強めた、そう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 、はい、そういう感じの意味合いの言葉になってます。今度ガラスの上に貼りました。白めっちゃかっこいい。これもねめっちゃかっこいいんですよ。バンダーラストボンドオブホイールズ買ってます。ちっちゃいね9センチの方の使用例なんですけど、はい、まあ、私たちはこんな感じで、これね15インチの、MacBook Pro にこんな感じで貼ってあります、うん、これ黒ですね。で例えばあとは最近私がよく持っているこのペットボトルクーラーに貼るとこんな感じかっこよくない？かっこいい。9センチの方はこんな感じでもうお手持ちの小物たちに貼っていただいても可愛いし、うん、あとはキャンプギア、さあそうね、キャンプギアいいね、うん、キャンプギアに貼っていただくといいかなと思って、はい、そんなイメージで作りました、はい、今回ですね、マットなタイプで作ってます、はい、光沢が出ないタイプです、うん、光沢がある方も見本で見せてもらったんだけど出ない方が大人っぽい感じの印象がして、そうね、ちょっと大人っぽい雰囲気が出るね、うん、そう、で、この車自体がやっぱり結構光沢があるものが多いと思うから、うん、あえてマットなシールの方がステッカーの方がかっこいいかなって思ったので、そうそうそう、今回ね、マットタイプの質感で作りました。作ってみてもやっぱり良かったなって思う、良、うん、かった、うん、大人っぽくてかっこいいと思います。めちゃめちゃおすすめ。はい、最後にですね金額のお話と発売日のお話をしたいと思います。はい、まずカッティングステッカーの金額が2枚セットで2400円になります、はい、これがね税込み送料込みの金額になります、はい、そして T シャツは、6000円になります、はい、これも税込み送料込みの金額になります。はい、1枚6000円です。はい、そして、発売日、まあ、このブランドバンダーラストのデビュー日ですね、はい、は2023年8月24日木曜日に決定いたしました。この8月24日は私たちの結婚記念日でございます。はい、いやもう俺らにとってもものすごく意味のある日に、うん、スタートの日を設定しましたね。4回目の結婚記念日かな。そうね、もともと私たち大学時代からお付き合いしてた、その付き合った記念日も8月24日で、そう、付き合って4年目の8月24日に私たち入籍したので、うん、私たちにとって本当にねこの8月24という数字はすごく重要な意味のある日な数字 で、はい、でどうしてもこのタイミングで皆さんに商品をお披露目したくて準備してまいりました、はい、期間はですね8月24日の木曜日19時から一般販売開始ということになります、はい、で今回のね在庫に関してなんですけども、あくまでも個人でやっております。まあ本当在庫とかもね、まあ、ぶっちゃけうちらが抱えてやりました。そう、本当にもう人生でこの車の次ぐらいに高い買い物で、マジでそう。この車の次に高い買い物は、この T シャツの発注だった。発注。なんでもう本当にマジで清水の舞台から飛び降りる。いやマジでそうよ。ぐらいの、うん、あの覚悟でこのブランド始めました。はい、在庫等に関しましてもやっぱりアパレルブランドのような在庫は確保できてないので、潤沢なね確保はできてない、うん。はい。ちょっと自分たちのポケットマネーの限界があるので、そうそうそう、まあ、皆さんも分かってもらえると思うんですが。ちょっと在庫はかなり少なくなっております、はい、もう一つ重要なお知らせで、今回の T シャツなんですけど、この半袖の T シャツに関しましては今期のオンラインでの再販はございません、はい、今回の販売が今期最後のオンラインでの販売となります。皆さんやっぱり T シャツといったら半袖だから、そうね、はい、まあ別にこれ秋冬だったら中に白い T シャツとか着て、うん、長袖を合わせていただければ結構半袖の T シャツって長い間着れるじゃん、うん、何より今9月でも暑いから、そうそうそう、みんな半袖の T シャツやっぱ欲しいと思っていただける方多いと思うんですけど、うん、オンラインでの販売は今回だけにしたいと思っておりますので、はい、皆さん、ぜひ8月19時の販売を待機していただけると嬉しいです。はい、販売サイトについては概要欄の方に記載されているんですけども、前回のストアとはちょっとアドレスが変わっております、はい、なんであの必ず概要欄をチェックしていただけると、はい、アクセスできると思うのでぜひよろしくお願いします、はい、して、配送方法に関してももうちょっともう一つお願いがありまして、そう、まあ、先ほども言ったようにちょっと個人でやっております。なので配送も、避ける人員が限られております。そう、申し訳ないんですが、あのまとめて届けるということができなくてですね、うん、例えば4種類全部買ったよっていう方がいた場合、4回届きます、はい、4箱届きます、4箱届きます、はい、ちょっと箱に入れた状態で今管理していただいてて、それを4回に分けて送るという形になってしまいます。申し訳ありませんがちょっとご了承いただけると嬉しいです。
バンダラッサというこのブランドはね、また新しい私たちのチャレンジの形です。まあ、個人での販売なので至らない点もたくさんあるかと思いますが、応援していただけると嬉しいなと思います。自分のね、好きなもの、着たいものを作るってなんか本当に 2,3 年前の自分じゃ考えられないことだったというか、うん、それをしかも販売できるなんて本当にもう発想もなかったようなことが今起きてます。これはもう全て一重にも皆さんのこれまでの応援のおかげ以外の何者でもないなと思います。日々本当に感謝してます。ありがとうございます。ありがとうございます。本当に私たちにとってもすごい大きな一歩なんで、この一歩が着実に進めるように自信を持って提供できるように頑張ってきたつもりなので、皆さんの手元にね届くことを願って、これからも強く活動していきたいなと思います。はい、皆さんいつも応援ありがとうございます。ということで8月24日19時からの一般販売、ぜひよろしくお願いします。よろしくお願いします。お疲れ。はい、わずか、あちゃいやー、どうなるかな、怖い。どうで、でもさ、これでさ、もしさ大量に売れなかったとするやん、それはそれでおもろくね